いい香りしてきましたね。あ、いいですね。美味しい。もう美味しい。絶対美味しい。リュウジです。はい、ということでですね、これからですね、飯テロをしていきたいと思います。このチャンネルね、だんだん言葉が喋れなくなってるっていう噂があるんですけど、病気とかじゃないですからね、心配しないでください。これね、はい、僕の滑舌が悪いだけですからね。今滑舌って言えてましたかということで、今回は硬いアボカドでもめちゃめちゃ美味しくなっちゃうっていうですね、アボカドのジャーマンポテト風、ジャーマンアボカドっていうですね、これね、低糖質なすっごく美味しいね、おつまみになってるんです。これをですね、皆さんにもぜひお伝えしたい。このアボカドを炒めた時の美味しさを皆さんにお伝えしたいということでですね、今回はジャーマンアボカドを作っていきたいと思います。はい、それでは材料説明をしていきたいと思います。アボカドです。はい、アボカド、今回は、ね、ちょっと固めのアボカドにしました。はい、で、ベーコンです。ベーコン 40g ですね。はい、で、ニンニクです。ニンニク1かけ。はい、そんなもんです。ちょっと気合い入れるためにですね、今回はね、ライジンゼロ、はい、これはね、何がゼロかってね、糖類ゼロなんでね。あ、うまっ。はい、それではですね、今からゲップをせず山手線を全部言います。以上です。臨場感のある包丁さばきをね、見せていきたいと思います。まずね、アボカドです。ぐるりと刃を入れてですね、こんな感じでやるとね、綺麗に剥けますからね。種の方はね、パツッとね、これでひねればすぐ取れますからね。はい、これをまたさらに半分。はい、皮はですね、こんな感じでね、バナナの皮みたいにね、剥けるんですよ。これをね、こんな感じでね、剥いていきますよ。はい、ということで全部剥けました。こんな感じでね、ちょっとね、大きめにカットしてあげた方がね、ホクホク感が出るのでね、はい、こんな感じで、4等分ぐらいですかね。はい、こんな感じでね、斜めにね、4等分にしてください。こんな感じでいきます。はい、こんな感じでね、はい、こんな感じで。犬がね、おケツを切り落としまして、はい、潰します。目はね、取ってあげてください。目はね、焦げてね、苦味が出やすくなりますので。はい、はい、こんな感じですね。はい、これでですね、下処理はね、もうね、全部済みましたね。はい、そうしましたらですね、まずフライパンに、オリーブオイルをですね、大さじ1流していきます。はい、これぐらいかな。で、火にかけます。このニンニクを先に炒めていくんですね。ベーコンも入れていきます。で、こんな感じでですね、ベーコンとニンニクを一緒に炒めていきます。ニンニクからいい香りが出てきましたら、アボカドですね、入れていきます。コンソメが5さじ1弱です。はい、で、あえてくださいね。こんな感じでね、はい、こんな感じであえていきましょう。まあ、一つまみぐらいですかね。あ、いい香りしてきましたね。あ、いいですね。美味しい。もう美味しい。絶対美味しいっていうですね、念を送ります。盛り付けいきます。盛り付けていきます。はい、感じでね、うまそうですね。パセリをね、パラパラと。はい、そうしましたら、ジャーマンアボカドの完成でございます。はい、ということでですね、早速食べていきたいと思います。これね、最近飲んでいたライジンゼロ、これをね、ジンで割ると美味しいっていうね、情報をね、手に入れましたので、はい、ちょっと飲んでいきたいと思います。はい、ということで、いただきます。うまい。ちょっとね、ジンが濃いですね。はい、ちょっとジンが濃いけど美味しいです。でもね、すごく香りがマッチします。すごく美味しいです。はい、じゃあですね、早速料理の方を食べていきたいと思います。いただきます。これめちゃめちゃうまいわこれめっちゃうまいです。ちゃんとね、ホクホク感があるんですよね。ポテトの代わりにアボカドを入れてるんですよ。これ何がいいかってですね、低糖質なんですよね。アボカドって糖質が少ないので、ジャガイモを使うよりヘルシー、
なんですよね。いやこれはね美味しいですね。もうおつまみにもってこれ、低糖質おつまみなんですよ。罪悪感が少ないおつまみ。ライジンゼロだからね、カロリーもねゼロカロリーです。これねめちゃめちゃヘルシー。あーうまっ、うまいなこれ、すっごい美味しい。このね、焼けたね、あの香ばしいあのガーリックオイルとすごくね、焼けたね、あのベーコン、これとね、一緒にね、アボカドを食べるのが本当にね、幸せですね。僕ね、ツイッターね、いつもやってるんですけど、もう最近ね、YouTube の方が楽しくなってきた。こうやってあの、皆さんに僕の晩酌を見せつけてね、はい、見せつけさせていただいて楽しいです。はい、皆さんもね、あのこの動画を見ながらですね、このアボカドとか作ってもらって一緒にね、飲みたいなとかね思っていただければね。で、お酒飲めない方もね、なんと麦茶でも美味しいです。水でもうまい。あ、ジン久々に飲んだらうまいな。本当にね、皆さんのおかげでこのチャンネルもなんとかねやっていけてますので、うん、これほんと美味しい。ということで、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということでですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなって思った方はぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします。